こんにちは、前佐村上です。本日は長崎の俳句漁港から出る、ポールヨーマルさんを使って、夏マサをターゲットにジギングキャスティングで頑張っていきたいと思います。頑張ります。8号がやってたの？8号。いや今日6号出てきた。ああ、ダメですか？6号は蹴られちゃうな。タミネさんもジギングするから。あ、そうだ。はい、たぶん、そんなのやれる。何よく言うんだ。はい。時計回皆さん、引っ掛けでも来ないでくださいね。紛らわしいからやめてくださいね。取れなかったです。竿は、はい、ゼロ式マッハ3です。マッハ3、はい、はい、これが4番で、パワーは、643っていう番手があるんですけど、はい、ちょうど真ん中ですね、4番、はい、それにリールが、リールが奥間のアゾレス、はい、アゾレス、アゾレスの 8000P です、ね、8000P、 はい、はい、どれぐらいまで上げてきて当たりました？さっきの。さっきは10尺以上して中層より上です、ね、で、食ってきました、はい、何グラムのジグ使ってますか？ジグは200グラム。200グラム。ワンピッチジャークですね。ワンピッチですね、うん、あのめり込んでくるんで、はい、ワンピッチでもうあの上げてきてもう一回投げての繰り返し、うん、結構船流れてるんですね。そうですね。ジグは投げた方がいいですか？ジグは、潮がこう当たって船の下に入っていくので、ちょっと投げて引くゾーンを増やすためにちょっと投げてます。投げるのは投げやすそうですね。そうですね、竿をしっかり曲げて飛ばしてあげるとちょっと飛ぶのでいいかなと思います。使ってる竿は何番ですか？今日はマッハの 62S の6番、はい、のスピニングを使ってます。で、今日は、アゾレスの 8000P に B4 号を、300m で、リーダーがフロロの、70ポンド
を PR ノットで組んで、でジグはバナナジグをつけてます。バナナジグの 200g をつけてます。夏のヒラマサ狙いはどういう、あの他の季節と比べて違いは？そうですね、ボトムに魚が張り付くので、ボトム周辺をしっかり探るようなイメージだと、着底から5しゃくり目にこうゴンと当たるようなのをイメージしながらちょっとやってます。なんですけど今日は魚が当たんないので、ちょっと幅を持たせて、まあ20しゃくりから25しゃくりの間ぐらいを今やってます。釣れません。使用したサークルはマッハ3の、62S の6番と 62S の4番を使用しました。で、リールにつきましては奥間のアゾレスの1万番に P4 号で、リーダーをフロロの70ポンドを使用しています。で、こちらが、マッハ3の 62S の4番にアゾレスの8000番に P4 号を 300m 巻いて、フロロの70ポンドを PR ノットで結束したタックルを使用しました。で、メインテストを長崎の高陵丸さんで、プロトのロッドテストを行っているので、この海域に非常にマッチしたジギングロッドになっています。で、ルアーウェイトは本日はメインを 200g を使用して使ったんですが、6番とも4番とも非常にしゃくりやすい、ティップは非常に柔らかく、ベリーからバットにかけて非常にパワーのある竿なので、しっかりと魚を曲げて取るというようなイメージで作ったロッドになっています。で、このコルクのグリップを採用することにより、オフショアのシーンの中では非常にインスタ映えするようなロッドのカラーとなっています。で、店頭でもすぐ見つけやすいと思うので、ぜひ手に取ってみてください。キャスティングに使用したタックルはカレントラインの 85mh に、アドレスの 16000p に P6 号を 300m 巻き、ナイロンのリーダーの120ポンドを FG ノットで結束したタックルを使用しました。で、ルアーウェイトが 40g から 120g まで使用できる幅の広いルアーウェイトをカバーできるロッドになっています。こちらは低価格帯で初心者やの入門者やサブロッドとして非常に融通の利くロッドとなっています。こちらのロッドで大型のヒラマサもキャッチできていますので、安心して使用することができると思います。
アクションについてはティップセクションもこれは結構柔らかいのでキャストもしやすくで飛距離も出しやすいロットです。ぜひ店頭で手に取ってみてください。